忠道供養くと、菅沼忠久は、戦国時代の武将。菅沼元影の子。宮古田菅沼氏三代目。通称、次郎右衛門長。性質は、三河国柿の元の長、鈴木忠二の長女。菅沼忠道は長男。奥三河に半島を広げる菅沼一族の中で唯一、遠藤海稲佐軍と殿に地盤を持っていた。当初は、 菅沼氏との連携を大事にしていたようだが、より身近な飯谷に今日構える飯の悲観になったと見られている。禄十一年、東東海への信仰を拡作する徳川家康に加担する同族の野田菅沼忠だから今川離藩の誘いを受けると承諾。忠久がさらに鈴木忠二や近藤康雄も誘った。後に、この三人が飯野屋三人衆と呼ばれた。 同年十二月から行われた家康による遠藤美、攻め入りでは越年後の堀江城攻撃に参戦した。後年は良い,い直政につけられたと言われる。ただ、天正十年死去とあり、直政への貢献度は少なかったと考えられている。意外は、遠州の流部下寺に葬られたという。この菅沼忠道が、次郎栄門城の通称ともども家督を継ぐと、直政の配下として、 関ヶ原の戦いなどで子を挙げている。忠久の弟の子、作材文重吉は、定衛の子、菅沼忠直に仕えたという。ありがとうございます。